Hello， 大家好，我是伟哥。我们今天继续玩这个《火影忍者究极风暴四》的剧情模式。昨天玩的是第一关，是吧？我们现在玩第二章。这是刚才是玩的创生之章，是吧？下一章预告，我们去打一地方。反正好像网上有很多什么已经打完了的。要不我们先自己先玩一把，玩完了之后再去把它下载些别的。この世界は終わらせる。新章开启，双宝之章是吗？这个字不知道念什么，我繁体字看不懂。面积底下可以游玩，啊，这么多可以玩，那我们直接往下一章了。就创生之战完了，这是预告。我们怎么去啊？这里啊，一出动是吧？他说这个不是按剧情的了，一张一张来，他一下子开完两三张。佐助の姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも、復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄ウチハイタチを制するに至る。されど他の言動は全てが虚実、真なる敵は木の葉にあった。カボソキ憎しみの種火はやがて第四次忍海大戦の大会開かれた大戦の門、戦場へ向かうそのさなか、ウチハ・サスケは予期せぬ姿を瞳に捉える。それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛してる。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。不过就是像类似一个动画片的吧，反正是一张一张讲下去，就是一个剧情嘛。再次出动，要打了吗？这是什么时候的佐助？这是叫我们看动画片吗？一体。見つけた。水月、それに十五か。探したよ、本当。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがそう。すごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見てみてみ。积分国这个积分到三元才才几个积六七个积分。知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。誰？オロチマルだ。はあ？何言ってんの？オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。十五、そこの女を連れてきてくれ。
闻到啊。カブトがさらっていたコノハのクノイチだ。他乌抓来的是木叶女忍者。好像是魂道。獣院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。怪不得魂道的招有那个。ちょっと待ってよ。魂道那个手游里面的招有那个像那个蛇一样的。もしかして。技能。解除封印。要把老蛇招出来，大蛇王。那可以打吗？这个不管了，哎，果然是要打。防御加武功，你愿意出来反而被他虐啊？还可以召唤人来呀？连招吗？还挺能坏的 YYP， 好像要打小队才能 YYP 三个月了 ，YYP 二个月。あんたの考えは分かっている。オロチマル。那应该可以更快解决他，只是他想花那个防御加一定的那个特效。この程度でいいわ。それ、戦ってみて分かった。以前とは少し違うようだ。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこと、いちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中で、ずっと見てたか。画面、他没有讲话的。彼らに会ってどうする？他为了省一些内容、省一些容量吧。あまりに何も知らない。所以要尽量改成画面啊。やつらにすべてを聞く。如果是都有动作的话，そんなこと知らなくてもいいじゃない。内容就占很大。君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそも始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、すべてを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、
悪くないわね。まあ、そうでもいいわ。協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ。あなたもよく知っている場所よ。さあ、行きましょう。就这么完了。再打个大蛇丸就好了。那这太快了。小刀刚刚就狠狠的揍他了。风和平和啊，新天新章节又开启了啊。刚才是打哪个？这个命令一下，再次抽中。他这是给选了，他选了。我刚才是打这个，那好吧，我们就先演示这里吧。啊，谢谢大家欣赏。后续会继续给大家更新这个剧情模式。欢迎大家关注我的视频，点击订阅，点赞。